拍子で進んじゃってるけど大丈夫かな。おばあちゃん、おばあちゃんパンクすぎる、危険人物すぎるって。いやもうなんかやばいやばいやばい、ポケモンじゃなるぞ、勝手に取るんちゃうぞ。はい、どうもアニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは色づく世界の明日から第2話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりました色づく世界の明日からでした。間違えました、失礼いたしました。はい、タイトルを読み間違えておりましたけれども、クラシックリアクションシリーズ俺が見たい部門毎日投稿編ということでやっている色づく世界の明日からですけれども、やっていこうと思います。まあ、前回はね濃密な、もう第1話にして濃密で映画な1話を見せてもらいましたけれども、色を失った女の子のひとみちゃんがどういう風に色を取り戻していくのか、もう60年、もうめちゃくちゃ令和のこの2個先ぐらいから令和に戻ってきた女の子、現金って何って言ってしまうぐらいの女の子が、まあこの現代にタイムスリップして色を取り戻せるのかどうなのか、ゆいとくんの描いた絵だけは色が見えるんですみたいな、そういう話になってるので、彼と男の子、ヒロイン、ヒーローなんて言ったらいいの、主人公どうなのか分かんないけれども、男の子ゆいとくんとひとみちゃんの出会いが彼女の人生をどう変えていくのか、いろいろ気になるところでありますので楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう、よーいスタート。さて、やばい、踊ってる瞬間がバレてしまった。あ、すいません。あ、すいません。アズライト。色が見えるんです。あ、すいません。マジかよ。うん。ああ、優しい。魔法。魔法か。この世界における魔法がどういったものなのか、イギリスで、あれです、みたいな。明日からだわ、本当に。ふざけんな、マジ。これ、明日からだと思ってた、本当に。明日からでした。失礼いたしました、本当に。僕さ、これさ、見る前にさ、おすすめはされてたんですよ。友達がずっと言ってたからさ、気にはなってたのよ。色づく世界の明日からが、おもろいんだよ、色づく世界の明日からって。ぷよぷよの青と紫をくっつけて消えねえ、消えねえ言ってた友達が、言ってたんです。明日からじゃないか。大変失礼いたしました。わあ、でも色取り戻せるのかな。あ、これオープニングなのね。17歳が綺麗、マジで綺麗。さあ、でも魔法を使う様子はないよね。もう、いいね。めっちゃ綺麗だわ。綺麗すぎる。あ、このポニテの子が、コアクちゃん？虹がかかるよ。レッツゴー。うん、魔法のせい。まあ嘘つきそうな雰囲気もないしね。魔法屋の、うん、絵が見たい。
絵が見たいね。お？え、何？あ、これが端末なんだ。アズライト。なるほどなるほど。あの石がか。耳にかけるのが端末か。さあ、おしゃれなとこで働いている。イケメンしか働くことを許せない。魔法使い関係。まあ、大体のことは魔法か妖怪のせいだからな。勝手に話を進める系の青、写真のモデルにしたいみたいな話。あら、そうね。あら、イケイケだね。あら、そうね。60年分の月の力を、みたいな。魔法使えないんです。そうなんだ。自分で帰るしかないのか。ここで通うことになるのか。いい、なんかすごいトントン拍子で進んじゃってるけど大丈夫かな。マジカルステイ。本当にマジカルステイなんだけどね。でも絶対話合わないよね。だって全然違うもん。現金ってなんだっけっていうぐらいだもん。色が。魔法による器物損壊。ああ、魔法で壊さないってことね。え？やんちゃすぎる。やんちゃすぎる、やんちゃすぎる。やんちゃすぎるだろ。おばあちゃん、おばあちゃんパンクすぎる。おてんばがすぎる。そんな危険人物扱いされてんの？おばあちゃん。さて、ここで。
あ、すごい避けられて、まあなんか叩いて見せたりっていうのはやっぱりちょっと違うのかな、文明が。うん、まさきちゃん、あら、いいよ。まあそうね、琥珀おばあちゃんがいるんだもん。ん？未来から来たからね。うん、やばすぎやろ、やばすぎだ、やばすぎやろ、危険人物すぎるって。よく退学にならなかったな。なるほどね。やべ、あーん、まあ、かなりぶっ飛んだ子であるっていうのはなんとなくわかりました。オフリー、もう彼女扱いされちゃってるな。それって結構さ、相手の子にも悪くない？なんか彼女じゃないのにそういう風に言われちゃうの、ちょっとかわいそうじゃない？なんかひとみちゃんもかわいそうだし、葵くんもかわいそうなんだけど。ブレザーが男子用のブレザー？うん、他人行儀、他人なんだって。あんまりそういう風に言うの、あんまりそういうこと言わない方がいいと思うけどね。お？あ、いや魔法使えないんだって、あの他人の魔法に巻き込まれた、あの他人じゃねえわ、おばおばおばあちゃんの魔法に巻き込まれたんです、あの琥珀さんという。使えるんじゃなくて、あの、え、これなんなの、なん魔法のきっかけっぽいよな、これ。こういうのも力がある、イメージを具現化する力だったりするのかな。え、できるの？いやもうなんかやばいやばいやばい、なんかもうちょっと、え、これちょっと大丈夫？ちょっとこれもうなんかもう、ここ、ぐちゃぐちゃになりそう。見せ物じゃないぞ！勝手に撮るんちゃうぞ！TikTok にあげないでください、勝手に。いけるの？色がな、お、お、すげえ！あ、でも。
そうね、それはそう、器物損壊しなくてよかった。あんまり周りが追い詰めないであげてね。すごい繊細そうな子なのは見てわかるでしょ。高校生だから無理もないけど。うまく操れない感じかな。力は強いけど。あら、オフリー。ああ、まあでもこの子たちはすごい信頼できそうだから、未来から来たってことを言ってもいい気がするけど、どうなんだろうね。あ、絵いっぱいあるじゃん。なるほどなるほど、4人じゃ多分あれにならないから、ライトルーム。へえ。あ、そうなんだ、すごいね。あー、え、わあ、日常を彩る写真が。絵が見たいよね。絵が見たいんだよね。てかデジタルでもあんな綺麗なの描いててすごいね。なんか大抵って書き分けなイメージがあるけど、デジタルでもアナログでもめちゃめちゃ書きまくってる。こういう芸術家気質な人って外だとスケッチブックな印象があるけど。さあ、ユイと探しに行く。なかなか。唯一色がある場所だもんね、ユイとの絵の中が。わあ、うん、あの感じは ここでなんかまたはなんか誤解が進む鉢合わせをしそうだけど大丈夫かな。あ、いた。お、めちゃめちゃ音楽流してる。閉じないで。
見える？どう？見えそう？どうよどうよどうよ、見える？どう見て、あ、気になる。あ、でも見えてる見えてる見えてる、視界が輝いてるもん、目が輝いてる。あの時だけだ。わっ、どうだったんだろう、色見えたのかな。なんか失敗経験が積み重なってしまってたのかな。あら、帰ってきた。見せられるように。すごいすごい、星が。けど多分色を失ってから、わお、なんか自然と反響して輝いたみたいになってるね。あー、まあ色を失って具体的なイメージができなくなったっていう可能性があるね。すごいやっぱり輝くイメージがあればそれに基づいてね、魔法ができる可能性があるけど、多分今もう色を失ってるから具体的なイメージができないんだろうな。すっげえいい。未明の君と薄明かりの魔法。まあそう考えたら多分願いの力イコールあれ。でもさ、おばあちゃん今いくつだったんだっけ。この時代から満月の力を貯めてたってことなのかな。60年分だって貯めたって言ってたよね、月の力を。色づく世界の明日から、レッツゴー。
さて、ちょっとずつ色づく。ノーレイン、ノーレインボー。雨がなきゃ、虹はかからない。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いいですね、この音楽と、なんとも言えない空気感、この周りが林立ててしまうようなこの生々しい心に来る、もうちょっとひとみちゃんをそんな追い詰めないであげてって思ってしまうような、この心を締め付けるようなこの生々しさ、いろいろと来るものがありますわねっていうところではあるわけなんですけれども、いいね。でも楽しい見てて、でもさ、映像も音楽も綺麗だからさ、なんかもうリアクションを撮っているということを忘れてしまうかもしれないくらいの、もう圧倒のされ方。にしても多分おばあちゃんはやばすぎる。改めて、この作品何が残ったかなと思ったら、おばあちゃんやばすぎる。おばあちゃんやんちゃすぎる。おばあちゃんおてんばすぎる。とんでもなすぎる。うん。壁ぶち抜いたりなんだったり、よく退学にならなかったねっていうところ、慌てて多分ああいう制約を書かせたんでしょうね。うん。よく修繕が間に合いました。ぶち抜いたりとかもして。直す魔法があるのかねっていうところであるんですけれども。ちょっとおばあちゃんとんでもないやんちゃっぷりにちょっとびっくりしてるんですけれども。ひとみちゃんもその血を継いでいるという可能性があるのです。可能性というか継いでいるのです。ってことは、やんちゃできるかもしれないよっていうところ、すごい強い力を持っているみたいな話ではあったから、まあ多分やっぱりそのね、世界が見えてないというか、正しく認識できてないというか、やっぱり色を失ってしまっているから、具体的に綺麗なものを出したいって言っても、やっぱり今見ているものとイメージが乖離しちゃってる分、そこのイメージ差を埋めたりとかがしんどかったりだとか、やっぱり多分イメージを具現化するものじゃないですか、魔法って基本的にはね。うん、だからそのイメージができるような状況、精神状況ではないっていうところがかなり大きいところではあるんだよね。だから色さえ戻れば多分綺麗な星を出したりっていうことも不可能ではないと思うし、まあ、でも確かにな、なんか難しいよな、なんか色を失って魔法、わあ、でもなんかそうなる気持ちもわかるよね。全てを恨みたくなる気持ちも、魔法なんて大嫌いみたいな。うん、だって今見えない私ね、今私は輝きが見えないのに、その輝きが綺麗だということをなんか教え続ける魔法、あんまり好きくないわみたいなのは、すごい気持ちがわかるなっていうところでもあるんですけど、あーでもいいね、見ててすごい飲み込まれるね、この作品。いや、いいわマジで。なんかひとみちゃんのこの線の細さもさ、なんかまた、なんかこう、大丈夫かなって見守ってあげたくなるし、ちぐさくんたちがちょっとさ、林立てすぎてさ、ちょっとやめてあげてよっていう風になってしまうところとか、もう完全に入り込んでる証拠だよね。そんなやめてあげてっていう風になる。もう1話で掴まれちゃってるから、僕もう中の1位になっちゃってる。そんなやめてあげなよみたいな。今ちょっと大変なんだから。ひとみちゃんはちょっと未来から来て、今と時代を合わせるのにも大変だし、ちょっと視覚的にもね、ちょっといろいろと今、精神的にもちょっと不安定なところもあると思うから、ちょっと落ち着くまで待ってあげよっていう、慣れるまで待ってあげよっていう風に言いたくなっちゃう。南ヶ丘高校入学試験はどこですか？今入学しようかなと思います。はい。入学するしかねえなっていうところでもあったりなかったりするんだけど、でもやっぱり出会えた人たちがいい人でよかったよね。やっぱり小悪ちゃんの仲いい子たちなのかなっていうところもあって、やっぱりこうね、理解ある子たちがいっぱいいてくれたから、まあよかったなっていうところではあるし、まあこれから先どうなっていくのか、ゆいとくんとの関係性もいろいろと気になるところではあるよね。結局色を見ることができたのか、あの時だけだったのか、やっぱりゆいとの絵には何か込められているのかっていうところだったりだとか、やっぱり世界をね、綺麗に認識することのできるきっかけとしてユイとは存在する可能性があるので、ちょっとこれから先どういう風に2人の関係が動いていくのか気になりますので、注目していきましょう。以上、色づく世界の明日から第2話でした。バイバイ。